それではやっていきまりよ。クリア率は約 16% なんだぜ。今回のパートは分け合ってウプ主は出現しません。やったぜ。畜生めー。これは全自動か？おお、それなら余裕で終わりそうだね。よかったー。てぎゃー。全自動じゃなかったんだな。タイトルにキープウォークって書いてありました。ということで歩き続けたいと思います。タイトルをよく見るべきだったんだぜ。これで自動コースになってくれたな。じゃあせっかくの自動コースだし、ちょっとお知らせでもしようか。お知らせ？皆さん気づいているかと思いますが、のびはだシリーズの更新が止まっております。ああ、お前が飽きただけだろ？皆さんもそう思っていることでしょう。しかしそうではないんです。少しフォルダーの整理をしようとしていたら、のびはだのファイルを消してしまい、恐る恐る開いたら案の定データが飛んでいました。マジかよ。マジです。ブラックマジシャンガールです。意味わからん。このステージのサムネとかけてみたんだよ。どう？うまいでしょ？全然うまくねえ。ということでのびはだのデータをゆっくり元通りにしているので、もうしばらくお待ちください。マリオメーカーなのにのびはだの話で申し訳ありません。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。それではやっていきまーライオン。クリア率は約 10% なんだぜ。赤コーラを、相手のゴールに、シュー、バトルドームじゃねえか。もうしもうしカーメイヨーカーメイさーんよー。ということでー、シュー、何度も言うが、カメに人権はないのか。何度でも言ってやります。こんなクソガメに人権なんて存在しません。おっと、Pスイッチ落ちてきたね。クソガメにしてはやるじゃん。褒めて使わす。その時霊夢は知らなかったのである。自分がカメよりクズだということを。え、そんなことないもん。私天才の中の天才の天才からの天才で天才による天才のための天才だもん。霊夢。はいはい、なんでしょう。うるせえ。ごめんなさい。このステージはこうやってノコノコを使って進んでいくコースみたいだな。なるほどなるほど、頭を使うステージですね。まさに天才にふさわしいステージです。ということでなるほどザワールド、スタートン。始まらねえよ。え、なんで？なんでもクソもねえ。もしスタートしたら著作権でこの動画が消される。てか実況やっていくぞ。はいはいはい。はいは一回。はいはいはい。日本語わからないのか？って回帰止まりだな。なんか、デウルルルーって音出たよ。これに乗ればいいのか？ふふふ。この天才は欺けませんよ。こっちが正解。はぁ、戻し作業面倒です。お前がバカやったからだろ。なんかクソガメがアラブの石油をやってるんだけど、荒ぶってるな。霊夢さん、先ほどはありがとうございます。お礼に遊宮城に連れて行きたいので、私の背中にお乗りで。ははぁ、かかったなぁ。じゃあ、畜生めー。おいクソガメ、さっきのお返しじゃ。まあお前がやりたいことやりすぎてんだけどな。今度はこのツタをちゃんと登っていけよ。登るっていうか下るだけどね。トゲあるから慎重に行かないと。やあ会長。おい霊夢、今回出番少なすぎないか。まあまあ、社長なんて今回出番すらないし。え、そうなの？そうです。このパートは社長は出てきません。断言します。畜生めー。まああいつなんていてもいなくても変わんねえだろ。さて、あのコーラはどこに行くんだ？と思ってたらピースイッチ発見。オーケーオーケー。おっと、危ない危ない。それでは、ゴール。今回のステージは私たちほとんど動かず亀が動くだけだったな。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。それではやっていきまりよ。クリア率は約 10% なんだぜ。よし、では私がホコリカスに変装し、勇者ホコリカスとして進んでいきます。ホコリカスさーん、助けてー。ホコリカス、待っててね、必ず助けに行くから。今回の霊夢はいつもと違うんだぜ。何があったんだ？え、いつもの私だよ。人が困ってるのに助けないはずないじゃん。お前、誰だ？ホコリカス愛護団体の天才帝霊夢です。以後お見知りおきを。絶対おかしい。そうか、頭のネジが取れてるんだ。そうだ、そうに違いない。いや、取れてない？なんでだ？何か霊夢の様子がおかしい。くそー、ここ結構厄介そうだね。このままじゃホコリカスを助けられない。またチビマリオに。よし、あのハテナブロックを取りに行こうか。これは本当にクリボーを心配してるんだな。霊夢、ようやく私や視聴者さんのクリボーを大切にしろって声が届いたんだな。私は嬉しい。これでこの動画のコメント欄が荒れるのが少し収まるんだぜ。このトゲゾウちゃん厄介だね。それに下にはモグラーニャ。一気に飛び越えるか。おっと危ない危ない、もう少しで奈落だったよ。でもグラーニャー。下が氷だとかなり滑るんだぜ。さあいけいけどんどん。そして安定のゴリ押しである。ゴリ押しは正義です。むしろ感謝状をもらわないといけないぐらい正義です。そんなの正義とは言わねえ。てかこの下を通っていけば簡単だったんだな。おお、頑張れー、頑張れー。任せといて、必ず助け出してあげるから。
霊夢、頑張れー。というか見直したぞー。霊夢、クリボーたちが感謝してるんだぜ。ねえマリサ、捕まってるホコリカスって何体もいるんだよね。え、いると思うんだぜ。そっかそっか。さあ頑張って助け出すぞー。なんだろう、嫌な予感がしてきたんだが。ここも結構厄介そうなステージだね。タイミングが難しい。さあいよいよクッパの登場か。これに勝てばクリボーを助け出せるんだぜ。さあクッパー、バイバーイ。早くじゃー。ちょっとねあれ、ホコリカスいないじゃん。おかしいな。この扉かな。お邪魔しまんもす。おー、ありがとう、霊夢。霊夢、今まですまなかったね。これからは仲良くしていこう。うん、よろしくね。ふふふ、しねー。ギャー、かかったな、霊夢。どうマリサ、これぞ油断してホコリカス一斉駆除作戦です。消えちまえこのクズ野郎。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは今回はこれで終わります。ご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。